The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into them. He mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to the Stanford Business School to study management, and then promptly assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と
核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。がこれは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam directed at the small plutonium bombApollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、
UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみればまだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア10号、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林浜松市ジャパン。1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いましたが、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポッツ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 と描いていく程度の能力しかありませんでした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、あの奇跡的な、まあ、操作を行ってですね、無事地球に、まあ、帰還するというわけですけども、まあ、その時の様子が、まあ、詳細に記録されてますけども、その時アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、まあ、くる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 と不安定な、まあ、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら無事地球に帰還したというのです。が、こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、まあ噴射をしながら、そのなんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、まあコンピューターなんかいりませんしね。まあ、なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。まあストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。まあ、ともかくも、いろいろと言われてますけども、まあ、そんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度といいますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から先ほどお見せしたような、まあ、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、まあ、勉強して、後に見る、まあ、あの大会社を完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、その、まあ、地球にめがけて、まあ、そのめがけてといいますか、帰還することがいかに困難な作業であったかということはですね、その、大気がありますよね。地球の大気に向けて、その帰還させなければならないわけです。直角に、まあ地球に、まあ帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、その、なんて言いますか、その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまう。ということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の、殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、まあ、うまく、誘導しないと、
無事帰還できないわけですよね。まあ、そんなことは本当にできたのかということが、まあ、今にして思うと、まあ、謎ということになります。まあ、これが地球ですけども、この大気ってね、今この矢印で示しているところです。この大気の間に、まあ、うまく、帰還船を誘導しなければならないわけです。手前って言いますか、地球に向けますと、そこで、まあ、燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、まあ、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これが、アポロ13号の、まあ、帰還船を、と言いますか、それをですね、まあ、離れた時に写真で撮った、まあ、帰還船です。まあ、このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても、大気の厚さというのは 0.5 ミリ、まあ、1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、まあ、帰還船を、誘導しなければならないわけです。まあ、そんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。まあ、アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。